こんにちは、月島です。前回は RME のオーディオインターフェースで使用するトータルミックス FX のイコライザーを見ましたが、今回はダイナミクスパネルの使い方と掛け取りする方法について見ていきたいと思います。目次です。コンプレッサー、エキスパンダーの使い方、コンプレッサーを実際に使用してみる、掛け取りの仕方、最後にまとめと次回予告です。それではコンプレッサー、エキスパンダーの使い方から見ていきたいと思います。チャンネルトラックの D というボタンをクリックするとダイナミクスパネルが表示されます。コンプレッサーとエキスパンダー、オートレベルが使用できます。コンプレッサーの基本的な使い方は、以前プリセットを利用して3ステップでコンプレッサーをかける方法という動画を公開していますので参考にしてください。エキスパンダーは簡単に言うと、設定した音量を下回った音を圧縮して音を小さくするエフェクターです。左上はコンプレッサーのオンオフボタンで、右上のプルダウンメニューはプリセットです。用意されたプリセットを使用したり、自分で作成したパラメーターを保存したりできます。その下は設定状態を表示するグラフです。赤がコンプレッサー、緑がエキスパンダー、青がゲインを表します。つまみと同じ色になっています。またチャンネルのメーターの左側がゲインリダクションメーターになっています。何デシベル圧縮されているかの細かい数値は表示されません。コンプレッサーで圧縮をした場合、全体の音量は下がりますので、ゲインで調節をします。アタックはコンプレッサー、エキスパンダーが作動し始めるタイミングの調節で、リリースはコンプレッサー、エキスパンダーが動作を止めるタイミングの調節をします。スレッショルドでコンプレッサーとエキスパンダーが動作を開始するポイントをそれぞれ設定します。コンプレッサーのデフォルトはマイナス30デシベルに設定されています。0からマイナス60デシベルで設定できます。エキスパンダーはマイナス20デシベルからマイナス99デシベルで設定できます。圧縮する比率をそれぞれ設定します。このセクションでもレベル調整が可能です。次はコンプレッサーを使用した感じを見ていきたいと思います。今回もエレキギターで実践してみたいと思いますので、オーディオインターフェースのアナログ3のチャンネルを使用します。楽器ですのでインストボタンを押しておきます。ケーブルを接続します。ゲインを調節します。入力を確認しましたら D を押してダイナミクスパネルを表示させます。 On のボタンを押して有効にします。今回コンプレッサーのパラメーターは自分で設定をしてみました。アタックは10、リリースは600ですので、コンプレッサーが早いタイミングで動作する感じの設定です。スレッショルドはコンプがマイナス40デシベル、エキスパンダーがマイナス60デシベルに設定しました。レシオはコンプが6、エキスパンダーは 1.0 にしました。それではギターの奏法を変えながらかかり具合を比較してみたいと思います。
こんな感じになります。しっかりとコンプレッサーは効いています。次は掛け取りの仕方を見ていきたいと思います。掛け取りの仕方は前回のイコライザーの時と同じです。Fireface USB Settings というアプリを立ち上げ、リストの中の DSP という欄にチェックを入れます。これでイコライザーやコンプレッサーを掛け取りすることができます。次はまとめと次回予告です。イコライザーと同じでダイナミクスエフェクトもボーカル録音などにも使用できます。ただ前回もお話ししましたが、エフェクトを掛け取りした場合は後から素の音に戻すことはできませんので注意が必要になります。特にダイナミクス系エフェクトは強く掛けすぎると音が歪んでしまう場合がありますので、掛け取りする場合は後から調節できる余地を残すくらいの緩めの設定で行うのが良いと私は思います。次回はトータルミックス FX に搭載されているエフェクトのリバーブとエコーについて見ていきたいと思います。これらもレコーディングするときに大切な役割を担います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。